今日も全力ぶっちぎりマキピロくんでございます。はい、今回は天魔の古城6の間でアイリスがね重心化しましたんで、ちょっとまあアイリスをうまく使った編成というか、そちらをねちょっと考えてきました。でロイドフォージャー、こちらを入れるとまあ相性がねめちゃくちゃいいので、ロイドフォージャー持ってる人はちょっとこの編成ちょっと一度試してほしいなと思います。あのすごい難易度下がるんでおすすめの編成となります。ということで、今回はですねちょっとアイリスとロイドについて詳しく説明していきたいと思います。まあ、この辺はね結構立ち回り分かる人多分多いと思うので、まあ、そこを重点的にちょっと喋っていこうかなと思います。まずアイリスなんですけど、超マインスイーパーと重力バリアキラー、こちらがね素浴びなんですよね。で重力バリア、アンチ重力バリアが素浴びで、ロイドのね号令と相性がね非常によろしいです。まあ、号令打った時にこの重力バリアキラーと素浴びのアンチ重力バリアなんで、動ける上にキラーがね入るということで、まああとロイドのねバリスとか後で喋りますけど、まあこの辺もね非常に相性がいい。あとは非属性耐性を持っております。これ敵の属性攻撃とか、あとそれ以外のダメージウォールとかね火柱、こちらのね火ダメ軽減もしてくれます。でコネクトスキル、こちらが自身と戦型が異なるキャラが2体以上もしくは合計ラック100以上となってるんで、基本的にはアイリス2体までしか編成できないと思っておいてもらっていいと思います。あと、ストライクショット、こちらはパワーがアップ、スピード上がらないです、注意してください。パワーがアップで触れた敵を HP 吸収状態にします。でこちらの倍率が結構高いんですよね。1段階目の自強化が 1.5倍で、HP 吸収のダメージが50万が4ターン継続します。そして5000の回復、こちらがね4ターン継続なんで、1段階目でこの状態です。で2段階目、まあ基本的にはね2段階目をよく使用すると思います。自強化の方がなんと 2.5倍、そして、HP 吸収のダメージのところが100万のダメージが、これが4ターン継続といった形になります。そして HP の回復する量ですね、こちらが1万回復が4ターン継続します。なんでストライクショット打った後に関しては結構 HP の管理だいぶ楽になると思います。結構だいぶ、ごめんなんかちょっと日本語おかしいけど、だいぶ楽になると思います。じゃあ、今回ね一緒に編成したロイド、こちらは、重力非対応のキャラクターです。あとウィンドも対応してねえや、だけど超アンチ減速壁でカバーします。要は減速壁が展開されてたら減速壁に触れると加速するんで、まあ、そこをねうまく使っていく。あーちょっとポイントです。これねパックを使用します。パック使用しないと、ランスロット投下してブルルってね痛いトゲトゲでお亡くなりになっちゃうんで、あのパックを開幕で使用してランスロットの投下を防ぐ。でこのターンで全部、雑魚をね処理していく。これアイリスの友情とかも結構いい感じ、あの豆鉄砲がねいい仕事してくれるんで処理そんなね苦戦しないと思います。友情普通に使える。はい、で途中でしたね、あとは、友情ブーストのチャージショット、これがですね結構ボスに入ってくれます。まあロイドでそこそこ削れるんで、結構ボス戦で削れねえなーって言ったことがね解消されるんじゃないでしょうか。あと、超マイスイッパー M、 バイタルキラー M、 あと超バランス型にすることで補正が入ります。こちらが属性が、超絶アップかな、だから 1.54 倍になるという、だめちゃくちゃ殴りに関して強いキャラクターになります。あとここです、ストライクショット、こちらが号令弱点効果アップ割合で、この倍率の方が1段階目の自強化が 1.4、 味方強化が 1.4 倍、割合が1体触れた場合、基本的1体しか触れない立ち回りになると思うので、それが 17% で、2段階目、こちらは自強化 1.8、 味方が 1.8、 割合が1触れて 23% です。弱点強化の方は 1.5 倍で継続が2ターンで、
ちなみにこの割合っていうのはロイド本体が触れた数が関係します。ということはどういうことかというと、号令でアイリス、あとピリカが動き回った後に、まあ弱点強化の 1.5 倍ハイリーの自分が 1.8 で殴りの、まあ、味方も 1.8 で殴りの最後に割合が入るといったね形になるんで、最終のボス削りめちゃくちゃ楽になります。はい、で、ちょっと説明の方し忘れましたが、あ、今ねアイリスストライクショット打ちました。これ、ダウン入れてから打つといいと思います。まあ先ほどちょっと喋ったね、あの倍率2段階目の受強化が 2.5 倍なんで、まあ、それをねうまく使うといったね形になると思います。でちょっと説明し忘れましたが、まず平面と照明、これはね絶対つけた方がいいと思います。あとお助けアイテム、今回 10% 削りとハートで、デイゴとか積んでる人はハート必要ないかもしれないです。友情で回復できるんで。なんだけどこの編成については回復できないんですよね。回復するのが基本的ハートとアイリスのストライクショットしかないので、まあ、ハートの管理非常に大事になります。だから、ちょっとでもね、生存率を上げるためにこのハート、これをね使った方がいいと思います。で、ロイドに関しては火柱耐性ついてます。アイリスはね別についてなくてもいいと思います。であとはアイリスとピリカの立ち回りなんだけど、どちらもね、アイリスが SS 弾短縮、ピリカが超 SS 弾短縮を持っているので、なるべく味方に触れてこの短縮をね入れていくっていうのが、重要になってきます。あとは、まあ、ボス戦、まあ、先ほどもちょっと言ったんだけど、ダウンを入れてからね、あ、アイリス、早めに打つと、まあ、HP ずっと1万回復をね、2段階目であれば1万回復を4ターン入れてくれるんで、これはかなり、HP の管理しやすくなると思います。まあ、なおかつ、まあ、これがですね、あんまり遅いと、まあ、当然 HP も削れていかないし、こっちの HP の、ね、確保もまあ難しくなってきたりとかするので、まあ、極力、ね、ダウン入れて速攻打っちゃうぐらいの感覚で、まあ、問題ないかなと思います。まあ、正直使用感としてみれば、アイリスのこの友情も結構入るしロイドの友情も入るから、この編成は俺多分来月も同じような形の編成を取ると思います。特にピリカをね、持ってない人でアイリス2体持ってて、ロイド、まあ、まあ借りたりとかもいいと思うんですけど、で俺自身がピリカ2体出せるんですけど、正直この編成がかなり楽だったんで多分来月もこれでやるかな。ピリカ1体削ってこの状態でやると思います。それぐらいね結構安定して攻略できると思います。はい、じゃあ、基本的な立ち回りの方ね、そろそろ喋っていきたいなと思うんですけど、まあ基本、まあロボをね、まあ倒して、で、極力なんかまとめてね、倒さないようにしてます。でも火柱、この編成だと HP の管理がねちょっと難しいっていうところがあるんで、あんまりバン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 ロボ使ってダメージオール展開されまくると、まあ、ちょっとそれこそね危ない状態になってくるんで、まあ、そこをね注意して立ち回ってるといった形になります。あとはまあそうですね、ダウンを入れ続けることかな。その辺をしっかりできてれば問題ないかなと思います。多分これあと SS 打たんのかな。あ、打ちますね。あ、びっくりした。もう SS 打っとくっていう状態ですね。これはめ、あ、どうしようかなって迷ったんですけど、暴れちぎってもよかったのかなとかねちょっと思いました。でここはちょっといい位置にいるんで無視して下入れに行きます。で次ロイドは、まあ、基本的にあんま動けるキャラクターじゃないんで、ロイドでロボット倒してダウン入れて次ピリカのところでいった形になると思います。大丈夫やんな、そうもいかんよな。お、気づいたな。びっくりした。今ねダウン入ってないからね、あのままはめにいっても全然削れないんで、はい、まずは、ダウンを入れます。あとは、まあ、次のピリカで、まあ、右上
処理していくとかね、あと動き回るのであればダメージボールどこを展開した方がいいのかっていうのもね考えると安定すると思います。これ本当に下も殴りに行きたかったんですけど、ちょっとそこまでは届かなかったと。はい、でターンがねだいぶ危なくなってきました。で、このダメージウォールが消えた次、あのダウン解除されちゃうんで、まあ、それも一つね、あの目安、いや何ダウンまでだったかなとか思うときね、ダメージウォール目安にするといいと思います。はい、でこれアイリスね打ちますっていうのも、縦ガンガンガンって殴って削れるかもしれないけどちょっと怖いですよね。でアイリスの1段階目の自強化が 1.5 倍なんで、まあ、スピードは上がらないですけどパワー上がるんで、まあ、それで、処理していったっていう、状態でございます。はい、なんでアイリス2本使っちゃった、でも大丈夫です。はい、まず、ロイドはねあんまり動けないんで、まあ、ダウン入れることだけね、ロボット1体処理して、まあ、ダウン入れることだけ考えてます。その前には長く考えてます。こっちんでいいよ、こっちんでいいよ、おお、それでいいよ。はい、次ピリカです。ロイドの次の回ってくるまでに、左上のなんか妖精さんみたいなやつと右下の妖精さんみたいなやつ、これはね処理しておきたいんですよね。あんなたまたまあんな形になりますけど、でも本来はあの妖精さんはあのボスと HP 共有してるんでもっと削りたかったんだけど、まあ、あんまり削れませんでした。で、ここで、処理していきます。横完成できればゴリゴリ削りたいが、まああんまり削り、ほんと硬いよねここのボスね。だからね、ほんと照明だけでも絶対入れた方がいいと思う。はい、これで暗転入ります。でボスの透過がなくなる。はい、この状態になりました。まあ、弱点がねめちゃくちゃいい位置でダウン入ってるんですけど、ただロイドのストライクショットの時にこのままだと今ダメージボール展開されてないんで、次のターンね、ダウンが溶けちゃう。だから、まあ、そっちを優先させて今弾きました。でこれでダウンが入りました。じゃあロイドのストライクショットを打ちます。このストライクショットがめちゃくちゃえぐいダメージになります。で左上のザコが1ターンで次あの即死食らっちゃうんで、あそこまで行くように弾いてます。なんであそこが、ちゃんと処理できてたらもっとねあの弱点ゴリゴリ殴れてるんでもっと削れてると思います。まあ、今回はねあの上残っちゃってたんで、上もうこの状態ですよ。めっちゃ削れるでしょ。あれ多分雑魚処理終わってたら下手すらロイドのストライクショットだけで終わってたと思う。まあこんだけ削れたんでもう余裕だろうということで、弾いてるんですが、ランスロットと、カラハット HP 共有してるんで今みたいな弾き方で、潰してます。はい、こんな感じでね攻略の方できますね。とかなり楽でしょ。よかったらねこれあのやってみてください。ということでポイントのまとめだけちょっと喋っていきたいと思います。はい、じゃあ天魔の古城、この編成のポイントのおさらいいきましょう。まず一つ目、まあ、これめっちゃ重要、あの照明と平明、まあ、最悪照明だけでもいいけど照明と平明つけとくといいと思います。まあ、これねボスがとにかくめちゃくちゃ硬いんで、あ、最低でも照明はつけた方がいい。二つ目、お助けアイテム、こちらは 10% 削りとハート、あの HP の管理がですね、まあ、HP 回復する要素がハートとあとアイリスのストライクショットしかないです。なんで HP の管理がちょっとしんどくなるのでこのハートアイテム使った方がいいと思います。ただ削りに関してはこの編成マジで強いです。そして3つ目、ロイド、こちらアンチウィンド非対応のキャラクターなんで火柱の攻撃常に受けることになっちゃいます。なんでロイドあの紋章で火柱耐性つけましょう。4つ目、アイリスとピーカ、こちらは SS ターン短縮と超 SS ターン短縮を持ってます。なんで基本的あの味方に触れるっていうのをちょっと意識する。でストライクショットを短縮させてなるべく早く打てる状態を作る。5つ目、バトル3のとこなんですけど、開幕でパックを使う、
要はランスロットが投下しちゃうと、次にロイドが吸い込まれて核酸弾みたいな、ね、あのトゲトゲのやつをむちゃくちゃ食らうわけです。それでお亡くなりになっちゃうんで、それを防ぐためにパックを使用する。でこの代用となるキャラクター、もしパック持ってないよという方もね、多分見えると思います。代用のキャラクターとしてストーンフリー、こちらはアイテム2個をね2回拾わないといけないっていうのがあるんですけど、そういった意味でパックの方が正直おすすめなんで、まあ、基本パックだと思うんですけど、ない方はストーンフリーで代用してください。6つ目、ボス戦。こちらはあのダウン入ったらアイリスのストライクショット早めに使用した方がいいと思います。っていうのも、まあ、4ターン継続なんですよね。4ターンダメージと HP の継続、これ後半になって打つとこの効果っていうのは4ターン分もらえるのかって言われたらそうじゃない、まあ、場面場面によってやっぱ自強化で火力出せるところで打つっていう選択肢も当然必要なんですけど、まあ、できれば、まあ、早めに打ってね、あの HP のその4ターン継続、HP 回復削り、これをねあの4ターン継続させた方がいいので、まあ、早めに使用した方がいいかなと思います。最後です、ボスの最後、こちらはあの透過が溶けた状態を作って、なおかつダウンを入れた状態で、ロイドのストライクショットをぶっ放すと、まあ、必ずあのウィンドで右上の方にロイドは常にいることになります。透過を解除した時にボスが右上にいるので、基本的ロイドは殴りやすい状態になると思います。あとは号令ストライクショットで、雑魚が残っている場合であれば、アイリスとかピリカ使って、雑魚処理もね一緒にしちゃう、もしくは雑魚処理が終わっているのであれば、どうやったらね、ボスに対して火力出せるのか、特にランスロットと、ガラハットが HP 共有してるんで一気に削れそうなコースがあるのであれば、そちらをね優先して削って、あのそちらを優先するような形でストライクショットを使用するといったね形でやってもらえれば全然問題なく攻略できると思います。ちょっとね苦しんでる方で、今回ねアイリス重視化、自分もですね、まあ本当適正キャラクター少なくて、まあアイリスはね2体持ってたんで、あとロイド持ってたんで、まあこの編成でねちょっとやってみました。まあ、サブがねピリカ2体持ってるんですけど、多分来月もこれでやる、それぐらいちょっと楽だったんで、皆さんに紹介したいなと思って、今回紹介させていただきました。参考になったよという方ね、よかったら高評価の方よろしくお願いします。以上、全力ぶっちぎりのマキピロくんでございました。またお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。あばよ。